ご来場いただきまして誠にありがとうございます。現在物販の最後尾、場内にございます。物販購入希望の方は場内へお進みください。こんばんは、はる70です。今回は6月11日に中野サンプラザにて行われたモーニング娘。23のコンサートを見てきましたので、こちらの感想を語っていきたいなと思います。注意事項として自分ものすごくにわかなので、どれくらいにわかかというと、モーニング娘。のパフォーマンスは多分生だとひなフェスで2回見たことがあるぐらいなのかな。しかも単独公演を見に行ったのは今回が初めてだったので、当然聖地に足を踏み入れたのも今回が初めてですよ。だからそんなにわか視点での感想でもいいよって方だけこの動画を見ていってください。ということで前置きが長くなりましたが、早速語っていきましょい。さあ早速クライマックスから話していきますか。やっぱり個人的に今回のコンサートで一番テンションが上がったのは、そう、最後の青空がいつまでも続くような未来であれだったね。いやもう福村さんがね、中野サンプラザっぽい曲って言った瞬間、もしやとは一瞬思ったけどさ、でもいざ実際初めてね、生でさ、青空がいつまでも続くようなーってあの曲振りを聞いちゃったらさ、もう全身でのけぞっちゃったよね。反射的に嬉しさのあまり。てか会場もものすんごい湧き方してたよね、あの瞬間は。うん、そう。でもやっぱり俺モーニング娘。の中だとこの曲一番好きって言ってもいいぐらい結構個人的には好きな曲なのかもしれない。好きというか思い入れが強い曲っての？とにかく実際この曲を生で聴くことがもうずっと憧れだったし夢だったもんね。この曲ね、特にハロプロエッグとかがさ、この曲で16ビートを練習した、体に刻み込んだって、そういう逸話があるじゃない？ 2 時間も3時間もただひたすらこの曲だけを聴いて、ひたすら16ビートを刻み続けるだけのレッスンがあったって、有名な話じゃん？だから、ハロプロエッグ。別に俺は彼女たちをリアルタイムで追ってたわけじゃないけど、でもやっぱ自分が初めて好きになったアイドルがハロプロエッグ出身のね、某グループだったし、だからオタクとしてはこの曲は避けては通れない道だったというか、モーニング娘。を好きになる前からこの曲のことは好きだったし、だからその分、すごい個人的には結構思い入れが強いと。だからね、自分の大好きな曲がやっぱりコンサートの大トリで大団円のシーンで聴くことができたってのはもう本当に嬉しかった。幸せだったね。しかも今回に至ってはさ、中野サンプラザがもう最後で、モーニング娘。がというかハロープロジェクトがここでパフォーマンスできるのもこれで最後って状況でね、過去の多くのハロメンが16ビートのチュートリアルとして通ってきたこの曲で締めくくるってのがなんかもう激アツというか、自分全くオタクの歴とか長くはないんだけどさ、でもそんな俺でもわかるぐらいの何か熱いものっていうのを感じたよね。特に福村さんをはじめとして、だいたい小田さんあたりぐらいまでなのかな？わかんないけど、多分そこら辺の姉さん方は絶対この曲で16ビートを鍛えてたと思うよ、つんくさんの元でね。で、16ビートって言ったらやっぱハロプロの根幹部分じゃない？だからそれを聖地で行う最後の公演、しかも一番最後の曲に持ってくるってのがなんかすごくエモいなって感じました。さあ、さっきの話から年長組のお姉さん方について話を広げていこうかなと思うんですけど、やっぱね、今回特に MC とかで9期10期11期あたりはなんか中野サンプラザに対する思いとか、そういうものがすごく溢れ出していたなって、そう感じましたね。もちろんかの有名な降りといでっていう、その話題は当然出てきたし、ハロコンでの思い出あるあるお約束というか、ひな壇に座ったりだとかね。あと、石田さんが言ってたのが、モブキマスの話、ベリキューさんだとか、あと、マノエリナさんとか、先輩方との思い出だよね。それに、小田さんの話に関しては、サイリウムの光の反射だとか、完全に演者目線での思い出だったし、ブログも含めてね。だって、楽屋でのことなんて、もう我々の関与できないところだし、だからもう本当に、特に最後の2つの MC に関しては、もう感情が大爆発してたよね。だって MC って大体何話すとか大まかにはああいうのって絶対決めてきてるんだろうし、尺もあれ3分とか事前に決まっててね。特にメンバーの多いグループだからベテラン勢は本来カチッとしているところをさ、今回のはもう間違いなくその枠から大幅に飛び出してたわけじゃん、姉さん方全員が。それほどまでに熱い思いを溢れさせる中野サンプラザってもう本人たちにとってはすごく大切な場所だったんだなっていうのがもうすごく伝わってきて、それが強く印象に残ってますね。で、それと同時にやっぱり歴史もすごく感じたよね。長い歴史の中で、その分の思い出が、この会場には詰まっているんだろうなって、その点に関しては長いことを推しているオタクの方々も同じだったのかな。さあ、年長組については大体話したから、次は自分の推しメンの活躍について話していこうかな。メドレーの一番最初、モーニングコーヒーの冒頭だよ。リオちゃんのさ、あれすっげー鳥肌立ったね。てかリオちゃんの曲来たーってなったよね、あの瞬間。やっぱりね、北川リオちゃんを代表する曲って言ったら俺はモーニングコーヒーだと思うんだ。多分彼女が一番光り輝く楽曲って間違いなくあれだと思うよね。あの唯一無二の高音がこの上なく発揮できる環境ってのがこの曲には完璧に整ってるしね。個人的にはね、リオちゃんと朝倉キキさんのモーニングコーヒーがきっかけでね、この曲が大好きになったっていうのもあって、それまでのこの曲の印象としては特に何も面白みとかはない、一昔前の古臭いアイドルの曲だなっていう、そんなイメージしかなかったんですけど、あの二人の美しすぎるハモリを聞いて、自分の中の曲の捉え方が180度変わったんだよね。だからね、メドレーの1曲目、もちろんメジャーデビューこの曲だから今回のセットリストの都合上1曲目なのは当然だけどさ、自分の推しの見せ場からメドレーがスタートしたってのが本当に気持ちのいい清々しいスタートだったなって、そう思います。あとね、リオちゃんに関して今回すごく感じたのがダンスよ、ダンス。やっぱね、リオちゃんのダンスってかなり引きつけられるものがあるよなって感じた。なんかパリッとした感じのダンスとかそういうのとは全然違うと思うんだけど、流れるようなってのシュパックルンヒラフワっていう、なんかそういう動きだとかその雰囲気から躍動感を生み出してて、なんか俺の語彙力が乏しすぎてうまく伝わるかわかんないけどさ、そうすごい品がある。いや品のないメンバーなんていないんだけどさ、でもリオちゃんに関してはひときわ気品を感じられたし、それがその人の特性になってるというか、そこに何か引きつけられるものがあるよな、うまいな、かっこいいなって、そう思いました。とにかくね、あのサイズの会場だと2階席からでもダンスが結構よく見えるし、メンバーの動きにすごく集中できたんだよね。だって今まで俺がリオちゃんのパフォーマンスを見たことがある会場、ひなフェスの幕張メッセとか、あんなん遠すぎてマジでわからないって。あとは、今年のリオちゃんのバイベとかも行ったんだけどさ、あの日のパフォーマンスはもう結構歌メインだったし、ダンスっていうのをそこまで前に押し出してなかったからさ、だからね、やっとこさ、リオちゃんのダンスを自分の肌で感じることができたなっていう、もう本当にそれがもう、すごく最高だったなっていう、そんな感じです。そもそも会場に来てる時点で、配信のカメラとかに制限されずに、自分が誰を見るかとかっていうのも自由だからさ、俺はそれでリオちゃんの動きだけに集中できたわけだし、だからね、こういうのはこういった会場に来ないとなかなか感じられないものだなって。それとそうだ、アンコールの時のリオちゃんの衣装、あれリオちゃんだけなんか衣装が変わるっていうね、そんなことがありましたね。これ言うて自分2階席だからさ、結局メンバーそれぞれを認識するのって衣装の違いとかそんなんなんだけど、それまでのリオちゃん上半身真っ黒で下はスカートの両サイドに迷彩が入ってるっていうので、それであれがリオちゃんだなってのは認識してたんだけど、アンコールになると上半身みんな T シャツ同じの着ちゃうから、それまでの情報は当てにならないと。だから自分スカートのデザインで誰か判断したんだよね、アンコール始まってから。で、黒のスカートで横に迷彩入ってるメンバーを見つけて目で追い始めたんだけど、なんかそれまでと動きが全然違うなと。てかなんか髪型もなんか短くねって思って目凝らしてよく見たら、あれメイちゃんじゃんってなって、でその後リオちゃん発見して、なんか一人だけ青くなってるってめっちゃびっくりしたんだけど、でもね、確かにかなり目立ってたし似合ってて可愛かったんでよかったなと思います。いやちょっとどうしたとはなったけどね、でも可愛かった。あとはそうだな、普通に曲について振り返っていきますか。まずは最初のメドレー。てかさ、当たり前のことかもしれないけど、改めて聞いてみるとやっぱ黄金期の曲っていい曲ばっかりだよなーって。ザ・ピースとかさ、振りコピしててほんと楽しかったもんね。最近のとは違ってやっぱり振り付けが簡単ってのもあるけどさ、でも黄金期の曲って結構全身で楽しめるなーってのはすごく感じました。何より明るいしね。だからメドレーの形式上ってのもそうだけど、黄金期あってのモーニング娘。なんだなって、それをすごく痛感しましたよ。とか言いつつ、最初のメドレーの中で個人的にすっげーぶち上がったのは結局リゾナントブルーなんだけどさ、プラチナキーの曲なんだけどさ、やっぱり福作の歌声ってマジ偉大だなって、モーニング娘。の大黒柱だなって、そう感じました。あの二人の声があるだけでやっぱ曲としての何か重厚感っての迫力ってのは数段階上がってる気がする。ラストのサビのところとかさ、特にね。いやモーニング娘。のパフォーマンスを見るたびいつも思うんだけど、やっぱ福作ってすげーなってのをリゾナントブルーでは特に強く感じたね。でさ、あとはいつものお約束だとは思うんだけど、ユニット曲中に衣装チェンジをしてね。今回は迷彩柄のやつか。で、その衣装で数人ずつ出てくるんだけど、歩み月の単位よ。石田さんさ、いくらなんでもあの衣装は似合いすぎじゃないか？髪型も相まってめっちゃ可愛いなって思った。あとね、また年長組の姉さんの話になるんだけど、次の2回目のメドレーのね、この地球の平和を本気で願ってるんだよのさ、生田さんのさ、ガキ扱いがめっちゃ良かった。めっちゃ好きだった。あの曲のあのパートはね、やっぱね、すごく黄緑を感じるから俺はすっごい好きだわ。で、2回目のメドレーね、これはいつも通りのよくやる曲が多かったからいつも通りすっごい楽しいな、最高だなって思いながら聴いてたけど、いやでも俺ワンナイン人生ブルースなのかってのが結構青春ナイトの方がやっぱり馴染み深いからさ、人生ブルースなんだなって。いや春ツアー行ってた人はもう多分何やるか知ってたんだろうけど、俺行ってないからさ、だからそこが結構意外だった。だからそれで言うとさ、わがまま気のまま愛のジョーク、あの曲もやんなかったよね。絶対やるだろうなって思ってたけど、実際セトリ見てみると2013年だけ2曲やってるわけだし、それでも和気あいやらないんだなってのが結構意外だったな。でも2回目のメドレー、曲のつなぎすっげえかっけえなって思って聞いてましたわ。それこそさ、さっきの人生ブルースに続く尋常エビデンスもバカかっこいいなって思ったし、あとはそうだな、ジェラシーもさ、ジェラッチャーのところ、ラップの歌詞から入るのがすっごいワクワク感あったよね。あとそうだね、個人的には最近なぜかずっとパスワードイズゼロにすっげえハマってたから、あの曲をやってくれて結構嬉しかったね。あの時の VJ 映像もすごいかっこよかったな。そう、あとさ、アンコール前の3曲めっちゃ良かったよね。いやアンコール後の選曲も良かったけどね。マイクチェックワンツーってあの時もめっちゃテンション上がったけど、でもアンコール前の3曲の方がやっぱりすごい流れとして考えるとめっちゃいいなって思った。そうだ、ウェイアーライブのさ、俺あれのさ、ライリーが歌う「平凡な私にだってできるはず」のあそこのパートを歌うライリー、俺すっごい好きだ。なんか知んないけど。あと、歌が片沙汰でないと、あれはやっぱり、安定に楽しいじゃん。ハガチンの DJ も良かったよ。で、ここにいるぜが最後なのも、締まりが良くってね。すっごい、ここの3曲の流れってめちゃめちゃ楽しかったなって思いました。そうだ、これも話しておこう。俺、ハロプロのコンサートで声出し OK の現場行くの初めてだったんだよね。で、ハロプロに興味持ったのが2019年で、初めてイベント行ったのは2020年の1月。だからその時はまだ声出し OK だったんだけど、俺その時行ったのはトークイベントだったからさ、結局ハロプロのコンサートで声出したのはコロナ明けたこれが初めてだったんだよね。だからそんなんだから、初めてで戸惑うことがあったというか、慣れてないからさ、だから、コンサートの序盤の5曲はね、正直あんま集中できなかったんよ。いや間違いなく俺が問題なんだけどね。やっぱりね、とにかくコールがなんか難しかったんよな。他のアイドルので声出し OK のライブはコロナ前に見に行ったことはあったから、別にコールが特別初めてってわけでもなかったんだけど、しかもそれもアップフロントのだったからね。でもね、やっぱハローはね、なんかリズムが独特すぎてタイミングがうまくつかめん。だから予測が不可能だね。昔のライブ映像とかも見てるからさ、別に知ってはいるんだけど、いやでもそれでも全然うまくできなかったね。だからさ、他のオタクの方々、コールしながらサイリウム振ってよくメンバーのこと目で追えるよなって、そう思いながら、最初の5曲ぐらいは、そんな感じで、そんな気持ちでライブを見てたよね。てかまず、メンバーかスクリーンかどっちを見ればいいのかっていうのも、もうそこから結構難しかったんだよな。でもね、5曲も経てばだんだん慣れてくるよ。そんなタイミングで、What do you want? って言って、あれを叫べたのはすっごい嬉しかったね。でね、そんな感じでコンサートが進んでいき、最後、青空がいつまでも続くような未来であれ。もう最後のこれだけは、もうずっと生で聴きたかった曲ってのもあったし、だからもうこの曲だけは完璧にコールができたんよ、なんとか。それに振り込みまでしっかりできる余裕もあったからね。だから、だからここで、これが声出し OK のライブの楽しさかってのが、最後の最後で、存分に楽しめたんで、いやー、あれは最高だったね。と、こんな感じかな。個人的には最後に一度だけ聖地へと足を踏み入れることができたんで、しかもモーニング娘。のコンサートで中野サンプラザという会場に行くことができたので、もうすごく満足です。もう最高にハッピーで幸せな時間でした。ということで、今回の動画は以上となります。今後もまたハロープロジェクトに関する動画を投稿していく予定なので、ハロプロが好きな方はぜひチャンネル登録していっていただけると嬉しいです。多分次の動画は竹内あかりさんの卒コンをライブビューイングで見てくるので、それの感想動画になるのかな。てなわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。以上、春70でした。